毎年年越しライブをやらせていただいてるんですけども、こういうふうにカメラ、市上さんと市上さんと市上さんがいらっしゃるんですけど、ありがとうございます、ご協力。で今回年越しライブがコロナの影響ありまして、2年間ほどできてなかったんですけど、まあ、第10回目ということで、こういうちょっと新しい感じでやらせていただいてますけど、この感じも僕らも楽しみながら、見てもらってる方もね、今まで年越しライブ見てくれた方も、見てくれてない方もね、こんなことやってんねんからなんで、見ていただけたら嬉しいです。それでは、まあ、これ最後の曲なのかね、一応わからない。最初の曲？最後はね。最後。ということで、僕らの10年以上歌い続けてきた、ありがとうという歌を聴いてください。いつもありがとうございます。僕らもね、いろいろ2年間ね、コロナでいろんなこと行けませんでしたけど、
まあ、いろんな友達と会えなくなる中でね、やっぱこう いつもね、もう、なんですか、いろんな人が、まあ、離れていってるわけじゃないですけど、うん、会えなくなる中でね、ずっと身近で、身近を持っててくださった2人と、うんはい、そして神社には、本当にね、本当に感謝ですね。うん、ということで、まあ、またコロナが収まったら、春道とかいうね、地元のイベントもありますし、年越しライブもできるようになれば、ありがたいですね。ちょっと喋りすぎました。というん、ことで、最後、いきたいと思います。俺か、うん、君はもしも寂しい時があれば追いかけ続けてられたいけれど君が泣いている顔を見るよりこの悲しみを乗り越えたいただろうみたいよ君を僕に出会ってくれてありがとう寂しい時がそばにいてくれてありがとう誰も聞かないでくれてありがとういつも僕を分かってくれてありがとう君に出会えたことを心から誇りに思うよこんな僕を分かってくれて大神父様をお借りして、よろしくお願いします。どうもどうもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。もう、見切って申し訳ないと思って、行きましたんですよ。いや、どれかの分かるよね。多分どれかをこう切って、あげてもらったら。はい、はい。入って、絶対。